ラストたびね、はい、ちょっと起きちゃったね。全部多分このチラシでだいぶ結論解けてきたね。凍りついたのも。でもまだ0度ぐらいか。寒い。ああ、立ち火はあったかくていいよな。まあ6時台だからな、もう7時8時になればな、あったまるんだろうな。
ちょうどこれ一番東側の端っこだからさ、日差しがよく当たっていいのかな。気持ち、ああ、リンク2個も食った。こんだけ食うじゃもういいだろうな。でかいのか、でかいのなかなか抜かないでしょうね。焚き火終わったら帰ろうかな。焚き火終わったらね。ちょっと見えない。難しいような角度かな。
海道に分かってる。頑張った方がいい。気持ちよくと夜のよりも夜よりここ今の方がさポカポカで寝たくなってくるね。あー気持ちいい足差しが。昼ぐらい帰ってもいいよな、のんびりしてな。気持ちいいなぁ、すごい。はぁ、ポカポカですね。
眠くなってきたね。リンゴ食って満腹になった腹。夜は帰ってもいいやな。日差しが入ってきていいのかな。昼ぐらい帰ろうね、昼ぐらいね。昼ぐらいに帰ろう。本当ですね。プレシャスサンデ帰り楽だぞ、ほんと今日すごい全部燃やしたからさ、
がないね。しょうがない、電源コードね、買わなきゃな、しょうがない。電源コードはね、燃えちゃったんだよな。これな、昨夜かな、これな。で、断線しちゃったんだな。だからスマホはね、そう使えなくない。もう電源バッテリーないからね。充電できなかった。まあ100円で買ったもんだからな。充電コードね、充電コード。Oh!